第38期放線 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説は西川純が務めます。西川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第38期放線 A1 リーグ第4節 A 卓3回戦東杯の開始です。立ち会い人藤島健次郎の合図で3回戦が開始されました。3回戦はちいちゃに勝又、なんちゃに柴田、シャーちゃに藤崎、ベイちゃに古川の並びです。トン一曲ドラはパーソー。さあ勝又最初の2トンでドラが2枚よく見てましたね。だけどちょっと苦しいですか。メンツはありません、私としてはね、はい。さあ柴田はドラメンツが完成している。藤崎は一メンツ両メンツも豊富にある。古川はマンズの一気通貫や本一が見えるハイパイ。勝又ドラドラだが現状役が見えてこないぞ。ドラドラあるとね、はい、やっぱりどうしても上がりたい気持ちが強くなるから、ね、いやそうなんですよ。いいところ引きましたね。もうこれはリーチ手順になりそうですかね。順を重ねるかリーチかと。この進行によってね、はい、その馬強から最適解を選んでいくでしょうから、はい、場合によってはチートスになることもあるかもしれないし、はい、チンを切って目いっぱいに構えます。現状本命はリーチをして役をつけると、はい、さあピンズしか持ってこない古川。ここは両面パーピンターツを決めましたね。ローピング1枚切れという状況。そうですね、今ので面前思考がはっきりしてきましたね、はいはい、すごい本当にピンズしか引いてこない、さあ関三ピン引いた柴田、二刺しの三色が見えるリャンシャンテン、ようやくマンズ、先もまだ時間かかりそう。さあ勝又も引けない。一応いいシャンテンですがトン切って目いっぱいなのか。打たないんじゃないですかね。打っていくわ。ここはトン切って目いっぱいだ。単葉もありますからね。さあ藤崎もこれで2面詰めが完成、そう、ね、合わせていく。ドラ引き、これは本一は難しくなってきた。なんか柴田さんいいですね、健全前向きな感じが伝わってきて、はい、そうですね、いや引けないな。この難は勝又が欲しい難。これで単品の医者、はい、先がいいシャンテン、ようやく引いた、ようやく引いたけどこれドラがなくて難が1枚あるかな。難は1枚ある、まあ、何はともあれテンパしたいですね、はい、テンパしてリーチって言いたい。さあテンパイ取らず数万のくっつきに構える。難、これ打たれたらポンなのか。いやさすがに泣かない。上がりが大事。そうですね、天敗換算マン、パーマンかチーマンだ。さらに手広くなる。さあ古川もいいシャンテン、なんなんと行くか。ここはう
崎テンプ入らない。ガーもダメ。勝又はどうだ。マンザダメ。3万、ね、3万は柴田の上がり。タンヤドライチ2600。さあ柴田1、2回戦に続いて軽快にこの3回戦もね、あのとんぎりからのタンヤオイコーが見事でしたね。そうですね、はい。まあでもそこの時にダプトンを切ってるってことはやっぱりその、手順の良さだけじゃなくて、まあ、精神状態の良さも表してる感じでね、はいはいはい、確かにそうですね、今日はそのいい感じの未来が見えますよね、はい、さあドラワイーピン123の3色が見えます。またね、現状1回戦終了時、あ、2回戦終了時でプラス 48.4 ということで、うんうんうん、トータル2位まで浮上してますからね。あれ、うん、なんか今ね古川のハイパイがとんでもない、全体されてるような、はい、マンズのいいペーコーができてましたね。さあ映りますよ、はい、こちらです。地風の、うわーすごい、面本までいけるか。シャアが出たらポンするの、イーペーコーができてるともったいないですよね。そうね、それ大事な話ですね、はい、うん、泣くとイーペーコーは消えてしまうっていうのがね、ちょっとイーペーコーの扱いの難しいところ。これは面前で行きたい、行きたいですよ、うん、この3品は嬉しくない、もし入っても。いや嬉しいですよ、面品イーペーコーですからね。リーチイーペーコーですよ、リーチイーペーコーは。あ、シャア聞いてます、はい、失礼。ちょっと、まあ、テンパイっていうのは嬉しいですけどね。シャア出た、泣かない、古川が泣かない。事件ですよ。そして初重ね、これでチートイツも見えましたね。これであったら2枚目のシャアがポンですよね。難しい、いや分かんないな、どうなんでしょうね。39、泣くんですか、ガイスさん。僕は泣いちゃいそうです、あれくっつきだ、39な、ローキューマンはねいいからね、はい、私も泣いちゃうかな、泣きたくないけど泣いちゃうかな、誰も出すなと思いながらやっちゃいそうです、はい、さあ柴田が三色いいシャンって初だ、これはポン、うん、さあ古川6球満待ち、6球満待ち、6山、6山でもね、柴田さんも、あ、そうなんだ、これは行くんでしょう。あ、まあ、はまったとこか。いやー、ロマン。え？びっくりした。はい、古川の上がりです。初本一3900。電光石火の上がりで、柴田の親が落ちます。まあ、泣きたくないですけどね。いや、スルーしてたら今、ローマン引きで。ね、天敗。しゃあ、そうね。難しいね。だけど、上がれたかどうかわからないですから。そう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 、はい、上がれる3900っていうのは相当偉いですからね。そうですよね、うん、あとはなんかその面前で仕上げて、はい、まあ、漫画にするまでの打点上昇に対しての難易度がね、合わなすぎですもんね。そうですね、それは確かに、うん、でも泣きたくないですよね。泣きたくない、うん、だけど、うんうん、いや、まあそこはリアルにね、はい、あ、すごい。さあ藤崎後輩パイ、急にペースアップしてきたんじゃないですか。してきましたね。、うん、あらららら、らこれは本一見たいぞ。でもドラドラなのか、ドラドラ だ, から、うん、だけど見ますね。見るんですね。あらー、いいシャンテン、ちゃんとなしのいいシャンテン、みんないいな。さあ勝又も悪くないぞ、うん、これも悪くないし、ね、9万から、うん、ソーズは嬉しい。おー、もう数万だ。トントン、すごい、ヤンシャンテンですよ。あー、藤崎もいいですね、次のいいシャンテン。リャンソーダメ、ポンか、リャンソーはポン、もうシンプルに、うん、これドラ切りですね、最終的には。
さあ、天敗。ドラ打って、6球走。これは本一に見えそうですね。本一でしょうね。切り出しから、うん、はい。で、ドラ切ってるけどね、まあ、6球走は当然、あの読み筋に入ってきますよね。そうですね。なのでまあ積もれるかどうかっていうところの焦点なのか、多分結構みんないいんですよね。そうなんですよ。ぶつかるのかな。勝又もいいシャンテン、想像を打たない方向に持ってきそう。藤崎たまったものじゃない。天敗取るかもう想像は打てない。球層も小さも打ちづらい。あ、さすが古川、しっかり勝負していく。いやーすごいな。普通に地層ってありますもんね。普通にありそうですけどね、はい、さあ数層を通せば古川の上がりが、いやーチーマン吸収された。意外と、あ、これでスーマンだ、うん、ここは古川の上がり。柴田この勝負で上がれないか。古川がかわしていきます。グッとくるなこれ。いやー、うん、結構あれスーソーツの勇気いりますけどね、うん、弱気になってスッチーソーなんかに受けていたら柴田にも十分な勝機があったでしょうけどね。そうですね。ここは古川の強気のスーソー切りが功を奏しました。お見事でした。はい、さあトン4局古川の親番となります。ドラは 3P。やっぱり上がりが取れるとか、ここが勝負どころだってところの切り込みがね、はい、うん、そうですね。そのさっきは勝松さんの話、あ、じゃなくて藤崎さんの話しましたけども、はい、古川さんもね、やっぱり何回もできたかすごいですよね、うん、当然ですね、そのあたりはね、うん、さあ勝松は純ちゃんか国士かというような手組み。また本一だ。はい、ヤクヤク統一ですね、また、うん、藤崎はパーソガンコ。純ちゃんですね、勝又は。これは純ちゃんだ。いいですね、はい、うわ、自力自力自力、大きい。やっぱ初あんこが一番嬉しいですよね。はい、うん、シャーも2枚あるぞ。あ、ごめんなさい、1枚か、藤崎が持ってた。これすぐに出てもおかしくないですからね。そうですね。ただもう1個足りないから、なんとそうですね、あ、1品先に打った、うん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 、ドラ周りの愚形ができてもちょっと上がりづらいということです ね、シャーポン。それよりもこの自敗の重ねに最大限の期待を置いたと、はい、うん、さあカンパーピンが入りましたが、あら、もう自敗打たない構えか古川。さあ勝又は反対に積極的にションパイから打っていく、うん、重なる前に打とうと。これは結構らしいですよ、ね、ピントが合ってますね。いや、流れてもピントが合ってるんじゃないですか、わかんないですけど。なるほど、それ込みでやってると思うんで、うん、続々と勝敗が。もう一回吐くから。吐くから、うんうん。じゃあ次は取りになりそうですね。結構徹底してますよね。はい。勝又が切り開いてくる。さあ古川何をあんこにして、ここはチュン切り。ローピンはチーかな。泣かない。いや、泣く。泣くのか。泣きますよ、これ。ちょっと泣きたくないかな。スルーしそうです。あ、同志ですね、うん、同志。あ、トン重ねられた。これは古川も本一だぞ。あ、これトンピンズの本一だけです。もう打たないかな、うん、あ、打った、いいタイミングで泣けた。ピンズでぶつかった。めちゃくちゃぶつかってますね。っていうか、もうこれ古川の方が有利になりましたね。
柴田トンがなくて、うん、そのターツの種さえないですからね。そうなんですよ、うん、これいいピン打っちゃってるのがね、ここで、あ、関連ピンはとてもいい町とは言えないですけど、さあ藤崎もいいシャンテン、天敗を吐く短期、今通ったところ地獄待ちというやつです。これは止まらないでしょう、さすがに。藤崎さん止めるイメージありますけどね。藤崎止めたら手出しが入った瞬間にこれはさすがに止まらないと信じたい。あ、これでちょっとイースピンが薄くなっちゃいましたね、はい、どうなのかな。白クーター掴んでしまった。なんと地獄の地獄の広柴田、ヤクヤク本一ドラ1、これは優しいんですよ。いやー、これは古川もきつい。今日古川こういうね当たり牌掴んできてしまいますね。ちょっと今のはしょうがないですね。さあ柴田が8000点の上がりでこの3回戦もトップ目に立っております。さあ難入内局、勝又のエヴァンドラは9ピン、パーマンがあんこ、パーマンあんこ数万個、うっ、なんてこれ、これはまさに数あんこ、数あんこ以下考えられないな。初からなんだ。へえ、数あんこですもんね。あの数風連打を避けたっていうのもあるのかな。あ、嫌いって言ってましたもんね。はい、なんかもう絶対避けるって言ってましたもんね。ペッ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 と打たれて流局しちゃいますからね、うん、この勝負チャンス手が、まあ、初とペイの比較ではそういう理由でしょうね、はい、あーペイポンされちゃった。古川がここは動いていく、いいシャンテン。あ、こうなるとせめて3アンコだけでも、3アンコ大きいですよね。はい、大体テンパレするという9600ですから、大体じゃなくて絶対するですね、はい、あ、伸びはしますか。さあこれは本一に向かう、はい、勝又これスッチーピン引いたらどっちなんですかね。ウーソー切ってる分シャンポンもあるかもしれないですね。普段ウーソー切ってる分ね、はい、ランゾーがきっかけで出やすいと思います、それでもなんか両面リーチの威力を狙いそうな気がするんですけどね。勝又は結構こういうの両面でリーチやっぱ打ってきますよね。そんな打点変わらないですから。さあ、パーソーポン出た。さあ自由自在、これは勝又の反撃が来る。どっちだ、両面か、両面ですね。魅力オールは大きいですよ。はい、まあ私はシャンポンで、ね、いはいはい。さあサブローマン待ち、これは山に7枚、7山はさすがに勝又の上がりでしょう。しかも積もりたいですよね。積もりたいですね。出されたらちょっとがっかり。はい、これで1枚減った、うん、ルカもいいシャンテンまで来ましたね。チューンは残ってないのか、パーマンも残ってないですね。完全はないと。じゃあ、うん、じゃあこの形でゴーですね、はい、とはいえ結構気が切れないですね。古川さんが押してきてるんで、勝間さんも早く積もってしまえと、はい、ね、サフローマがこんなに山にいるかどうか、うん、あ、リャンソー出てた、リャンソーが出た、うん、分からないけどもその可能性が極めて高いと思ってリーチしてるはずなんで、あ、疲れたよ。換算層これ2枚か、2枚ある。うわー、怖い、やめて、怖これ打ったら激痛ですよね。 2対6、倍の差がある。さすがに勝又だと思うが、うん、チーソーはどれぐらいあるんですか。チーソー1枚ありますか。あるんだ。じゃあ一応変化あるんですね、はい、ローマンだ、うん、ここは勝又の上がり、リーチチュン4800、うん、まあでもちょっとホッとしてるですよね、はい、今のはね、あの手出しが多かったし。
そうですね、古川さんテンパったかもなみたいな感じはあったでしょうからね。うん、さあ連チャンとなります。何曲一本は4800は大きい、はい、ドラはスーピン、うん、いいですね、ドラメンツできてる、うん、いいですね、いい、ジャントができたのもいいですね、はい、イーシャンテンかな、うん、ヤンシャンテンか、しかも打点が十分だから、はい、これは嬉しいですね、形もいい、打点もある、しかも親というね、リーハイが追いつかないぐらい、はい、うん、まとまってます。さあ藤崎ドラ引き、あ、ここは嘘切りだ、いや時間かかりそう、これは勝又が相当有利、有利ですね、柴田がなんとか3ピンで3面ちゃんになる、うん、ピンズの本位置までありますね藤崎、パーマン切り、うん、さあ勝間さん大チャンス、目いっぱいですね、はい、なんだ何万だ、9万はいらない、さあ柴田2差しのイーシャンテンになりましたね、うん、しかも単野になる方だからそれは今のも相当いい、ね、はい、数層はめちゃめちゃ嬉しいですね、いい層と数層じゃ天と地の差、うん、本当に天と地、天と地です、はい、いいかもって思ってますけど実は勝又さんの方、あ、差し子は全く見ない、チー、辛い、これサプロピンですね、で、うん、はい、チーする以上は、うん、あれです、いいですね、感覚あってるんですよね、はい、さっき話でいくとやばいんですよ、そのさあ古川も前に出てきた、ただ勝又は引かないですよ、この手牌引かないですね、いやー入らない、もともと9万アンクでも捨てたいぐらい、そうのぐらいですよね、うん、3層か、いや5発切っていく、どうだ、引いた、いいシャンテン、チーソーから打つかウーマンから打つか、あ、チーソーから、いやーウーマンからだ、ウーマンから、ウーマンからね、ドラ引きよりも優先したいことがあると、はい、ウーマンから、まあウーマンの方が確かに当たりづらい、あ、うん、チーテン取った、こんな辛い人います？うっそうのチーテン取りましたよ勝又、すごっ、なかなかねこれ取るのも勇気いりますよ、勇気います、でもね2900は確かに偉いですよ、ね、はい、三面ちゃん両面のテンパイって意外とテンパイしないですしね、うん、いやでもしないできないな、なかなか、すごい、なかなかできないですね、さあリャンウッソー対サブローピン、これは枚数的にはいい勝負、リャンウッソーは5枚、うん、サブロピン1234、いい勝負ですね、4枚、4対5、これで3対5、うん、どっちになるか分かんない、はい、うん、古川も対応しているか、さあ、リャンウッソー対サブローピン、この今浮いてる2人のお互いの意識の仕方と、ね、はい、ピントの合い方がすごく興味深いですね、スピード合わせに行き方が、そうですね、そう見えますね、恐れてるんじゃなくてちゃんと的確に捉えてる、はい、冷静に、うん、さあ古川が参戦、カンウーピン、これが2枚ある、ここから本日になったらどうします、なったら宝珠が、宝珠ですね、ローピンが、あさあ古川ヤクヤクポン、ドラがスーピンだからそれはないか、そうですね、うん、ドラ切りがちょっとなさ
そうです。さあ決着はつきそうだぞ。そうですね、リャンウッソー対サブローピン対カンウーピン、これ見せないサービス。なんだピンズかローピンか、ローピンでした、うん、ここは柴田の上がりとなります。単葉ドライ1、2000は2300、今の地味に大きな上がりかもしれないですね。はい、勝又の連チャンを許さなかった。そうですね、それは大きい、うん、結構ああいうところが、はい、実は大差になってるんじゃないかなっていう僕の考えがあって、その積み重ねていくと、はい、うん、なかなかね単葉ドライチーシャンテンだとチーっていう声も出づらいね、ルールなんですけどね。 そこが例えばなんかあの上がれなくて引き込んでしまう差っていうのが、はい、打点を大きくするとかよりも大事な要素なのかなというふうに思ってるところはあるんですけどね。僕も思ってますよ。思ってますか、はい、じゃあこれからチーします。いやーかといってねかといってだの話なんですよそれは。そっか、はい、難しいですよね本当に、うん、麻雀っていうものはやりたいことってのもあるしね。はい、うん、そうなんです、ね、お互い頑張りましょう、はい、ありがとうございますさあ柴田のエヴァンドラワーズ、嘘を柴田は初が問いつ、こちらは古川が、うん、想像の本いつまであるか、またいいですね、3色まで見える。そうですね、はい、うん、さあ藤崎は単品ドライ1狙いか、ウーマン頑固、うん、これはちょっと期待が持てそうな狙いです。そうですね、おっと、さあ初頑固柴田狙いか、うん、やってますね。あでも9万がもう2枚切れ、そう、しかも E 万も1枚切れなんで、はい、ちょっと微妙なとこだったんですけど、ですね、通常でいくとね泣きやすい牌だから迷いがないんですけど、はい、今のはちょっと微妙。9万がないとなると、まあこのピンズのターツも大事にしたいところ、うん、そうですね、三蔵もちょっとドラマありではあることも含めて、はい、微妙だったかな。親番だしね。わあ引いたぞ、馬引いた、すごい。4枚目のカウント、これはかなりいいですね、はい、締まった感じの。さあ3000、6000まであるイーシャンテン勝又、柴田はお荷物のドラを引いてしまった、うん、ちょっと今のしっくりきてないと思います。はい、3万か、いやースチピ悪くないですからね、つもぎりますかねこれは。いやでも三面ちゃんですよ、三面ちゃんと馬強がいい。あおっと、そどっちも間取った、間取った、ドラ引きにも対応する。確かにローピン切りは優秀ですねこれ。なるほど、ローピンだわ、古橋さんが優秀だっていうのが間違いないですよ。いや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 、これ確かになんか切られてみるとローピン切りが一番いいですよね。いや一番何か分かんないですけどね、まあ結果分からないですけど、うん、先も打点は見えるぞ、ピンズにくっついた。何を切るんだ、シンプルにリアンスを切るか。いやリアンスはちょっと切りづらいな、うん、パーソーか、パーソー、いやリアンスだ、うん、リアンスでした。ここで持つか、安牌持ちましたね、うん、決めましたか。3万切り、ドラ引きよりも安全度を優先ってことですね。そういうことですね。ドラー、まあ、使える、いけない、さあローソー、かわいいシャンテン、いやー引けない、いやーじれったいですねこれ。スーチピンね、
今古橋さんが言ったように相当よく見えてると思いますので。そうですね、実際山には十分残ってますから、うん、なんで引けないんだよっていうね、はい、5枚も残ってますよ、うん、スッチー5枚そんなにあるんですか、はい、スッチーソーの方が若干きついか、うん、スッチーソーは4枚、うん、十分ありますね。でもこれはだからそれは十分ですね、はい、うん、だったらやっぱりなんとか転廃したい、転廃したい、パイまでは行きそう、あーチーピンが切られる、リャンピンじゃない、スーソーが流れる、マージャンあるあるですよね、はい、9万9、あ、ローマンか、その古川さんがピンズバーッと来て切らない、いらないところにピンズが行っちゃうとね、はい、うん、ね、うん、引けない、うーん、パーソワンコ、これで少し光が見えてきましたか、はい、藤崎さんちょっとずっとねおとなしいですもんね。そうなんですよ、ね、うん、うわー勝又転廃しない、柴田がこれでようやくいいシャンテン、両面両面おとなしいけど原点あるんだ藤崎さん、原点あるんです、参加してないっていうか、ね、はい、これも結構すごいですけどね、すごいですね、うん、座ってると大体削られるんですけど、うん、はい、さあ白は1枚切れ、あーこれやめた、ウーピン切りだ、うん、我慢強いですね、やっぱね、引けない、よれてますね、さあ柴田は両面両面だぞ、これ9万9万になるか、うん、そうですね、あと2巡、これも転廃ではない、さあ勝又転廃はダメ、うん、柴田は転廃はダメ、チーピンは勝又が欲しい、転廃しない、うん、最後に柴田、最後のつも転廃はサブローソーとリャンウーピン、ずれてるずれてる、完全にずれてました、ね、ずれてる、全員の点、うん、はい、なんす、何2曲は全員の点で終了となります、うん、重たいですね、はい、何3曲藤崎の親番となります一本場、3万点ジャスト、3万点ジャスト、ジャスト藤崎、ジャス、ああ、なんか良さそうなハイパイだけど、2メンツどうだ、ジャントもある、うん、あ、純ちゃんありますね、リャンゾ箱ですけど、それでも112223なんで、これ3層引けばじゃあそれでいきます、いやちょっと厳しくないですか藤崎、いいピンからになりそうですね、からかさすがに、うん、いや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 、え、本当に石川さん解説誰か分かってるんですか、解説は私ですけどね、はい、解説が西川さんなんで、あのね、業界一さんのサービス精神の旺盛な、はい、藤崎さんそういうのちょっと意識しますから冗談ですけど、いや思い切りましたね、あれいいシャンテンですよ、はい、まあ、イーペー好みのいいシャンテンはそんなに、親番ですよ、親番3万点だから3万個とかも見えるんですよ一応、はい、いや数ピンからですね、分かりました、イースを紡ぎられました、あ、得意の穴ところに入ってたはずのイースが、何、あ、それで怒っちゃったんですよ、はい、あーすごい、ローマ残しちゃった、うわ、古川初ポンからカンウソズバッと引き入れてリャンシャンテン、全然変わっちゃいましたね、もうピンフですね、うん、はい、あの初のポンが全て、ドラのシャアですが、
山に3枚ありますね。これ古川重ねたら大チャンスですよ。確かにそういうイメージありますよね。はい、泣いて重ねてくる男、うん、さあ柴田が地風のペーをポンしていいシャンテン。一応いいシャンテン、ね、一応いいシャンテンです、うん、はい、ん、なんかおかしいの、あれ、え、山がおかしいことになってますか。あ、1個ずれましたね、1個ずれました。あ、なるほどなるほど、はい。さあここは立ち合い人の藤島が挑発をなびかせて登場なびかせてでいいですね、はい、そうそうそう、今 A2 首位、そうですね、首位、はい、ですよね。あ、てかお互い連戦じゃないですか。なんかそうなんですよ。いや、連日お疲れ様です。いや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 、古橋さんもプラスでしたよね。僕もはい、なんとか。さすがです、あの挑発の後ろに隠れてはい、なんとかプラスをものにすることができました。さあ柴田がカンパーマン引き入れてイースマン転敗、これは強い。あ、これは強い。6枚も山にある。うん、もうだいたいロースカーのゲーム、ここは柴田がトップ目でオーラスいきそうです、うん、イーマン、ただこれは古川使える。でもドラが重なったら宝珠になりそう。そうですね、はい、あ、うん、いやー、数万、あっさり、うん、藤崎の親番はあっさり終わってしまった。ペーで300、500、ジャストじゃなくなっちゃいました、ね、はい。でも最後ここで藤崎が500だからしたら、なんていうんですかね、このまあ、材料が来なかったハンチャンとしてはもう100点満点近い。そうですね、うん、まあ、たとえ沈んでてもやっぱりそのさすがだなと思わせる打ち回しですよね、はい。さあ藤崎の持ち手294、1000点上がれば減点、うん、ドラはスピン。逆に古川さんは今のところ厳しい1日になっちゃってる、ね、そうですね、うん、ハイパイは入れてきましたよ。でも入れてきた、はい、これって3メンツできてるんだよね。しかも3メンツ、うん、2メンツかな、断層は違いましたっけ。あ、うん、2メンツか、2メンツですね。両面も豊富にあってかなりいいハイパイですけど、うん、メンツは2メンツ。さあ藤崎、これは1000点上がるには絶好のハイパイだけど、だけど古川もいいシャンテン、絶好のウーピン。あー、仕掛けてった。これ古川が早いんだよな。あー、テンパイ、これ一応天敗、三層短期かな。うん、そうかな、どっち、まあそうね、三色にならないから数万ですね、うん、両面になりやすい形をね、はい、残して最後はイース層の天敗になりそうじゃないですか。イース層だったら十分ですよね。いや違う、他にもいっぱいパターンがありすぎてね、はい、うん、数ピンとかパーピン引きも嬉しいですよね。相当嬉しいですね、はい。パーピン引きが一番嬉しいかな。パーピン引きが、パーピン引き返しも嬉しいですか、はい、町がリャムパーピンスチーピン、じゃあそれを願いましょう、はい。あれいいシャンテンか、うん、さっきね聞いたんでね、はい、出た。ちょっと待ってくださいよ、藤崎ペー持ってるじゃないですか。これは藤崎宝珠待ったなし。いや重ねたら分かんない。それに短期待ち候補として悪くないですかね。さすがにペイになりそうですよね。ペイになる、うん、ロンとまさかのペイ短期、メンツでペイ短期、リーチドライチ3900。いやちょっと腰にきそうこれ、はい。こんなあれ古川さんしか上がれないんじゃないですか。いやなかなかね、ちょっと変化がありすぎて、変化が多すぎて、序盤すぎて、はい、普通はねあれで決断できないんですけど、なんか流れるようにリーチしましたよね、はい、当たり前かのようにね。うん、ペイ待ちってのはすごくいい待ちだし、はい、3900って大きいですけどね。3900でしたね。3900です、はい、積もったら2ルコールか、はい、うん。さあ古川は2万点回復して3着も見えてきた。
あ、そうなんだ、本当に。はい、ドラは小そうでドラの位置できているハイパイでした。あ、今回は勝俣がいい、あ、柴田もいい、第1相撲で2メンツ完成。あ、藤崎めちゃめちゃいい、ドラドラ、これは原点、原点はまあ上がれるイコール大体決定になりそうですけどね。はい、2着まで見えますよ、うん、藤崎ピンフにならなそうなんで、うん、うん、あー、なんか冷めた、の方が近いですね。ただ3級は4に上がっても減点いかないんで、どう考えるかですね。藤崎はドラならポンなんですか、うん、はい、ここは何ポン、柴田チーマン、ここでトンの取り落とし、うん、柴田がいいシャンテンですが、カンチーソの達がかなりのネック、カンチーソー残しそうですね。うわー、来たぞ、来ましたよ、これトップまである、トップまである、直撃トップですよ。つまり、はい、リーチ単野を単品ドラドラで、単品ドラドラ、あ、そうかそうか、はい、リーチしないって意味ですね。リーチしない方向で、うん、はい、藤崎さんですよね。いや、これリーチあるぞ、リーチある、リーチ、ない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 、今切られたところ、いや、でも積もったら、跳ねまんじゃないですか、はい、そういう総まくりしますんで、そうですね、だからリーチをするうちでもいると思うんですよ、はい、うん、うわ、勝俣危ない、危ない、怖い怖い、これは本当に、ヤングピンは今直前に処理されて、1、2、3、4、4山、直撃だと柴田さん、あ、やっぱり古川掴んだ、これはきつい、一人沈み、うん、しかし藤崎の積もがすごかった、カウン3万カンチーピンと引いて単品ドラドラ7700は8000の上がりで3回戦終了です、うん、倍返しでしたね。はい、倍返し、まさに倍返し、うん、はい、3回戦はトップに柴田、2着に藤崎、3着勝又、4着古川という並びです。はい、続いて4回戦です。